はい。それでは、第5回の授業の補足をしていこうと思います。補足の内容は3つありまして、まずは、1、シグマ、WJ、TJ の強 NP 困難性の証明というのをやっていこうと思います。えっと、どういう問題だったかというと、1機械で、えっと、TJ ですね。これは、えっと、納期遅れですけども、納期遅れのにその WJ という重みがついたものの和、がを最小化するという問題でした。 で、えっ、ー、と、付着をするんですけども、そこのためには、この三分割問題というものを使います。で、復習ですけども、どういうものだったかというと、三分割問題というのは、A1 から A3N っていう 3N 個生成数が与えられます。で、これを同じ和の N 個のグループに分けられるかという問題だったんですけども、まあ、ここにちょっと、あの、条件がついていて、えっ、ー、と、ま、これがあることによって、そのすべてのグループ、ちょうど3つずつ、この数値が入らなくちゃいけないということになります。で、この、 か一つのグループのその数値の和のことをこのラージ T と置くことにしています。はい。まあ、この下の例で、これはできる場合の例になっているということでした。で、この問題は NP 困難だということが知られているということで、この問題を帰着するということを考えていきます。はい。で、えっ、ー、と、帰着するんですけど、どうするかというと、まずこの入力の変換っていうのと、出力の変換というのはこれを作るわけですけども、まあ、どうするかというと、まずは入力の変換をしますと。で、このように、えっ、ー、と、3分割問題。 の入力、まあ、3n 個の生成数が与えられたらどうするかっていうと、えっと、このシグマ WJTJ という問題における入力は何なのかっていうと、まあ、これ一つしか機会がないので、各ジョブの、えっと、処理時間ですね。処理時間をまずまあ決める必要なんですけども、まあ、処理時間はそれだけで決まるということになります。で、ほかに、えっと、遅れを考え、納期遅れ考えますから、えっとあれですね、納期も必要ですね。各ジョブの納期。あとは各ジョブに対する重みっていうのを考えますと。 でここに書いてあるのは、各ジョブ、まあ、これは全部で 3n プラス3個、ここで書いてあるんですけども、まあ、一般的には 3n プラス n マイナス1で 4n、ん ?4n マイナス1かなこのえっとジョブを用意するんですけども、これ何なのかというと、えっと、ここに出ている3分割問題の入力に現れている数値そのものを、この処理時間とするようなジョブを1つずつ、つまり合計 3n 個作りますとで。それらのジョブの重みは、またその数値そのものとしますと。 ということですでそういうのが3元の個あると。で、その他にですね、n-1 個だけ、えー、っと、処理時間が1、で、重みが2であるようなジョブを作ります。で、これで、そのジョブとその重みがどのように作られるのかってことについてはおしまいです。で、あとは各入力の納期を決めるということになります。はい。で、納期なんですけども、この、えー、っとですね、 えっと、処理時間が1のジョブと納期は、まあ、それぞれですね、えっと、ここのあるような、ここの部分に、えっと、します。何言ってるか分かんないかもしれませんけども、ここにこの、まあ、ラージ T って、この時間の幅があります。で、この時間の幅の間に、この、えっと、1だけの幅を持って、えっと、そこにこの、えっと、ジョブがですね、配置されるようにすると。だから、ちゃんと言うと、一番初めのジョブの納期は、これは、えっと、 ラージ t プラス1になると。で、その次のものは、ラージ、あ、2t プラス2という形で、この t の後に1つ単位時間があって、その時間単位の後が納期になっていると。で、ここ 3t プラス3という感じですね。そういう形になっているというのが、この1つ1つにあるということになります。で、そういう納期を持つジョブが、まあ、ここに小さなジョブがあるというふうになっています。で、他のジョブですね。他のジョブは 3n 個あるんですけども、他のジョブの納期は、えっと、 ここにあるように、ここですね、えー、と時刻0というふうにします。ですべ、ね、て他の乗分、この三円の乗分の納期は0と、時刻0というふうにします。で、これで入力の変換おしまいになります。はい。で、これに対して、えっ、ー、と、これですね、1、シグマ、WJTJ という問題を全くアルゴリズムを通すと、なんかこの最適解がこう得られるわけです。 で、どんな感じなのかっていうと、まあ、これ気分としてはっていうか、まあ,あ、気分というか、あの、それじゃあ後でちゃんと言おうと思うんですけども、この、えっと、処理時間1のジョブは、ここのその納期のちょうど直前で終わるように配置されるのが最適になるってことが後から言えます。はい。あ、最適なんとか言っちゃい、いっち言っちゃい、っちえけども、えっ、ー、と、えーとえー、とそういうふうになんかしたいという気持ちがあります。はい。で、そうすると、ここにその、えっと、ラージティずつのなんか、まあ、あの、箱ができるんですね。で、そこに、この 3N 個。 のジョブを3つずつこう入れていくということをしたいということになります。まあ、こんな感じですね。でそうすると、まあ、この 3N 個のジョブっていうのは納期が0なので、まあ、これ全て遅れるんですけども、その遅れっていうのは、この、まあ、完了時刻ですね。完了時刻と同じになるという形になるわけです。だからそれら、えっと、この 3N 個のジョブは全て遅れているジョブになって、こちらの N-1 個の,この小さなジョブっていうのは全て間に合っているジョブになるということになります。はい。で、 これ考えたいのはですね、この出力の変換の時に何を考えるかというと、これですね。このような値よりも、この目的関数ですね、この思いつき、納期遅れ、のは、総納期遅れっていうのが、えっ、ー、と、これ以下になるような解が、スケジュールがありますかっていうことを考えて、それがあるんだったら、もともとのこの三分割問題に対する答えができる、分割できることになって、そうでなかったらできないって形にしたいんですね。で、これちょっと、まあこれ、え、で、 えっと、これ、気分なんですけども、気分はちょっとまず,まず分かんなくて、まず重要なのは、えっと、この、あの、初めの部分ですね。これっていうのは、えっと、なんかこれ、添え字ついてるんですけども、まあ、これはですね、この、ジョブの、ジョブじゃないや、えっと、もともとのその3分割問題の入力として当てられたこの 3A の数値だけに依存します。で、えっと、これ、その、添え字の付き方に依存しません。添え字の付き方に依存せずに、えっと、同じ添え字のところは1回ずつ出てきて、違う添え字のところも1回ずつ出てくるってうそういう形に、 なっています。はい。ということで、えっ、ー、と、ここの部分はその入力のものからま決まるんですけども、この後ろの部分が割とその本質的な役割を果たしているという形になります。で、例えばですね、この上のようにですね、実際この、えっ、ー、と、3分割問題の入力から作られたジョブがですね、この箱の中にですね、ちょうど収まるように、えっ、ー、と、しっかり入っているとき、このときには、ここの、えー、と状況における、 この重み付き納期遅れはっていうのが、納期遅れの相和ですね。これが何になるのかってことを考えると、これ計算するんですね。そうすると、例えばですね、今、ここに1個ジョブがあります。このジョブは J 番目のジョブだとしましょうと。その時に、えっと、これに対してどういうその納期遅れが発生してるのかってことを見ると、このこれ完了時刻、ここにあるわけです。完了時刻、ここにあります。そうするととこれは、えっと、ちょっとまああの 便宜的にですね前から順番にそのジョブには添え字がついていて、J1、J2、J3、J4 というふうにちょうどついていとしましょうと、まあ、それは一般性を失わずにそういうふうにできるんですけども、まあ、そうだと思ったときに、今ここに見ているジョブは JJ だとします。JJ だとしますでそうすると,、えっと、このですねジョブが完了する時刻というのはどんだけかというと、その前に配置されている、まあ、自分も含めて、その前に含、ま、あの置かれているジョブの処理時間の総和プラス、この小さなジョブの数。 なりますでこの場合、小さな数、ジョブが2つありますから、ここにプラス2っていうのが出てるんですけども、そのほかは A1 から AJ の和になっているという形になります。で、この前の部分が納期遅れになるわけです。で、それにかかっている AJ っていうのは、このジョブの重みです。ですかね。だから重みがちょっと初直言ってるのは、あまりよくないかもしれませんけれども、そんな形になっていると。でそうすると、何が分かるかっていうと、うん、この AJ っていう数値が、このですねあ、この最適値ですね、ここに、えっ、ー、と、 足されてくるんですけどもどうやって足されてくるかっていうと、AJ っていうのは、この A1 から AJ とかけて足されるときが、この AJ 自身、これ J というジョブ自身の能局量を考えるときにはありあって、それがまず足されます。で、それ以外にも、その自分よりも後ろに置かれたジョブを考えたときには、そのジョブに対するこういう計算の中のこの係数のところに出てくるわけです。いいですかね。 でそうすると、この一、えー、つの,この AJ っていう値は、何回足されるかっていうと、えー、とこの前にあるものと自分自身、そして後ろにあるもののところで、そのかけられて足されるってことになります。ので、この a i × a j か a z × a k とかっていう形で、その A の二次の項っていうのがたくさん出てくるんですけども、それを全部足し合わせるとここになります。いいですか。で、これはですね、実はそのなんかどのように並べても、そういうふうになるわけです。 ここの部分については。どのように並べて足しても、この部分出てきます。ということになるわけです。で、問題は何なのかっていうと、このプラス2のところなんですね。プラス2のところ。で、これを足し合わせると、この後ろの部分が出てくるってことになってます。で、どういうことなのかってことをもう少し詳しく言うと、こんな感じなんですね。今、どういうことかっていうと、今はここのジョブに対して見てると、この2っていうのは出てきてるってことになるわけです。で、それで、今これはこの t というこの幅のある箱の中の2つ目のジョブなんですけども、えっと、この箱の中には3つジョブがあるわけです。で、まあ、仮にそれらのジョブを、これ JJ これこれなんですけども、こっちら J マイナス1、J マイラス1っていう、えっと、数字がついてることになるんですけども、そうすると、同じようなことを考えると、この計算すると、この J マイナス1番目のジョブのところから 2×AJ マイナス1っていうのが足されるということが分かります。で、J プラス1番目のジョブのところからも同じ計算すると、なんか、 えと2かける aj プラス1っていうのがこう足されることが分かります。でそうすると、ここら辺のその a に関わりがあるところ以外のこの2ってところだけを集めてくると、これどうなるかっていうと2、2かける aj マイナス1プラス aj プラス aj プラス1という形になります。ですかね。で、今、ここの3つのジョブがちょうどこの t っていう幅に収まってるわけですから、まあ、収,ま収まってるわけなので、ここの割っていうのはこれ、ラージ t になるわけです。いいですかってことで、この3つ目の箱の中から、この プラス2から出てくるところが全部で足し合わせるとこの2ラージ t という形で出てくるということがわかります。でこれは3つ目の箱だからです。でこれ2つ目の箱でこれ同じことをやることをすると、ここは1かけるラージ t が出てきます。4つ目の箱でやるとこれは3かけるラージ t が出てきます。ということで、で箱ので、えー、と一番端のところからこれは0る t が出てきます。ということでこれ全部足し合わせると、こんな形になると。こんな形になると。 でこれは1から n-1 までを足して、それにラージ t かければよいという形なので、2分の nn-1 かける t という形になって、こ,この周波の項が出てくるということになります。ですか。だから、何を言ってるかっていうと、こういうきちっと収まってる、この幅 t の箱ができて、その中にこの3つずつずつのジョブがきちっと収まっている場合には、ここのに書いてある式そのものが最、最、え、適、っと、この肉的関数の値として出てくるということになります。 いいですかじゃあ仮にですね、この入力がそのようにうまく分割できなかったらどうなるでしょうと。この t の箱に,幅に、幅の箱に収まらないような形になってたらどうなるでしょうということを考えます、はいで。そうするとですね、どうなるのかってことを考えるのが、えっと、次のページの図になっているんですけども、先ほど言ったみたいに、えっと、どのように並べても、どのように並べてもこの初めの項はこれ、かかってくるわけです。だから問題はこの後ろの項はどうなるのかってことなんですね。でそれは、ここの箱のようなところというか、この、えっと、 処理時間が1であるようなジョブがどこかに配置されるんですけども、そこでこうなんか分かれて、ここにたくさんのジョブが配置されると。で、そのジョブのえっと処理時間の和が、ここは t1、次は t2、次 t3、次 t4 という形になっているというふうにしましょう。で、そうなっているときに、何が起こ,起こるのかっていうと、先ほどと同じような計算をすると、えっと、この 後ろの部分の項ですね、に対応するところはどういうふうになるかっていうと、このですね、1とこう置かれている、この取り時間が1のジョブがどれも間に合っているジョブならば、間に合っているジョブならば、ここに書いているような形で計算できます。どういうことかっていうと、この1っていう単位が t2 倍出てきて、1たす1の2っていうのが t3 倍出てきて、1、1、1っていう3が t4 倍出てくるという形で、こういう形でこの場合の、この後ろの項の器用はかけますと。 いうことになりますで、そうすると、今、えっと、何が分か,分かるのかっていうと、今、この1って書いてあるもの、これは全部間に合ってるっていうふうに思ってるので、例えばですね、えっと、どうしようかな。えっと、この,の t4 が t よりも大きいとしましょう。 t4 が t よりも大きい。だから、この、えっと、最後のこのジョブっていうのが間に合ってるんだけども、それがこの納期よりもちょっと前で、えっと、完了してるとしましょうと。で、その時には、これをですね、あのその納期までずらしてみる。納期までずらすと、この t3 の部分が、えっと、増えて t4 の部分が減ります。で、そうすると、この t4 の部分、tn の部分を減らして、えっと、tn-1 の部分をこれ、えっと、増やすと、係数が t n の方が大きいので、これによって値が減ります。いいですか。だからこういうふうにずらしていくと、値がこの、ここのこの和のですね、値がこれ、どんどんこれ減っていくわけです。で、減っていって、どん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 これをすべてのこの処理、えー、時間が1のジョブについて、後ろから順番にやっていくと、最終的にすべてのこのジョブ、えっ、ー、と、完了時刻があ、完了時間が1であるところの、 えっと、ジョブの場所がこの納期にちょうど合うようなところに動くわけです。でその時には、この割っているのが2分の n、n-1t になるわけですねで。そういうふうに動かしていくことによって、どんどん値を小さくしてこれにできるので、何を言ってるかっていうと、すべての,この、えっと、処理時間1のジョブが間に合っているんだけども、それが納期ぴったりになってない場合には、ここの後ろの値が、えっと、 2分の n-1nt よりも大きくなってしまって、最適じゃなくなると。最適じゃなくなるというか、えっと、こ,のこの値を、えっと、達成できなくなる。この値よりも同じ大きい値が最適値になってしまうということになってしまいます。で、これは今、これ全部これ間に合っている場合なんですけども、えっと、なんか間に合ってないジョブがあったらどうでしょうと。まあ、こんな感じ。まあ、なんか今のようにこのなんかその後ろの方のこの、あれですね、処理時間1のジョブからこう順番にこの合わせていって、 途中でこうなんかこう間に合ってないジョブがあるとすると。でそうするとこれ、これ間に合ってないジョブなんで、この間に合ってないジョブに対する遅れているジョブに対する遅れていのが発生してます。いいですかね。で、それをちょっとこれ書いてみたのが、この式です。で、この式ではどういうことを言ってるかっていうと、まあ、この t1、えっと e、のところだけが長くなっていて、他のところはまここここ間に合ってると、ちょうど間に合ってると、いう形になってるとします。で、そうすると、何が言えるかっていうと、先ほどと同じ計算すると、ここら辺までは、その、だから t がそのまま出てくるわけです。 で、t1 と t2 だけが、このラッジティ t とこれ違うんですけども、えっと、どういう計算になってるかっていうと、えっと、0×t1 は、ま、そこ出てきませんけども、で、ける t 2っていうのはあると。あ、すいません、それはここですね。これあるということになります。で、この、えっと、処理時間1のジョブが間に合っていないので、これの遅れが出てくるんですその遅れは、えっと、この、こことここの差なので、これ t1-t になります。ですか。で、それだけ遅れて、えっと、その時の、 えっと重みが2なので、2かける t 1 t が出てくるということになります。いいですか。で、実際、この2かける t 1 t プラス1かける t 2っていうのを、まあ、ここ,の部,こ,こ辺の部分ですね、こ,こ辺の部分の,その重み付き遅れ、納期遅れっていうのを実、えっと、計算してみると、これはえっとそのままと展開すると、2t1 プラス t2-2t になります。で ちょっとテクニカルですけども、それをこういうふうに書き換えましょうと。えっ、ー、と t1 が2つあるんだけども、それが1つの t1 ともう1つが後ろに t1 プラス t2 という形で書きましょうというふうになっていると。で、これマイナス t2 に決まってます。で、そうすると t1 プラス t2 っていうのと 2t っていうのはこれ同じですから、この部分これキ,あのキャンセルします。キャンセルします。で、そうするとこれ t1 は残ります。けども t1 は今 t よりも大きいわけです。この、えっ、ー、と、処理時間1の遅れてますから。いいですか。ということで、 この場合も、えっと、この値ですね。この2分の 1n-1nt よりも全体としては大きな値が出てくるということがわかるということになります。いいですか。つまり最適値がここの右辺に書かれている式にはなり得ないということがわかります。つまり何なのかっていうと、これちょうど揃った形で、あの、この大きさ t の箱に全ての規模が収まる。つまり三分割問題の元々の問題、入力に対する答えが分割できるんだったら、 えと最適値がこれになる、まあ、こ,れあるこれ以下になるんだけども、そうじゃない場合には答えはできないと、分割できないとなるということが、まあ、こういう考察から分かるとことになります。証、ま、明、あ、としてはもう少しちゃんと文章として書く必要があるんですけども、まあ、考え方はこんな感じで、これによって3分割問題が多公式時間で今考えている問題に帰宅できましたということになります。いいでしょうか。はい、では次に、R、えー シグマ CJ に対する多項式時間アルゴリズムっていうのを示していこうと思います。でこれはですね、えっと、割り当て問題とか、二部グラフの最大重みマッチングとかって呼ばれるもの、まあ、使うようなアルゴリズムになってまして、まあ、ちょっとそれ自体の説明はあんまりしないんですけども、まあ、どちらかというと、それを知ってる人向けの説明になるということになりますので、まあ、知らない方は飛ばしていただいても大丈夫という形になります。はい。で、えっと、R で、シグマ CJ で何だったかというと、R っていうのは無関係並列機械だったので、の意味で、えっと、ジョブと機械に対して 何か処理時間が決まってるんだけども、処理時間がその一応でなくても、あの同一でなくても良いという形です。で、その時に、これですね、相関了時刻の最小化をするという問題です。こんな感じですね。はい。あれえっ、ー、と、機械数もまあ入力の一部になっているという形になります。で、ジョブ J を機械 MI で処理する時の処理時間のことを PIJ と書きましょうということでしたと。で、まあ、気分としては、ここに書いたように、この赤い矢印ですね、それが各ジョブの 完了時刻なんですけども、その長さをすべて足したものを最小化したいというのが考えている問題です。はい。で、どういうふうに考えるかというと、今例えばこの状況ですね。これ三台の機械に J 一、J 二、J 三、J 四、J 五というふうにまあ八個のジョブがえっと処理えっと割り当てられているんですけども、例えばこれ J 五っていうのを見ると、この J 五っていうもののえっと完了時刻っていうのは J 一の処理時間足す J 四の処理時間足す J 五の処理時間になっているわけです。 でこれ別の見方すると、J1 の処理時間っていうのは、この、えっと、完了じ時間、時刻を見てみると、J1 の完了時刻、J4 の完了時刻、J5 の完了時刻っていう形で、これ J1 って3回この処理時間が足されていることになるわけです。だから、この、えっと、完了時刻は、総完了時刻を計算しようとするときには、この J1 の M1 における処理時間 P11 っていうのが3回足されている、3倍されているということになるわけです。ですから、あこれは M1 に3つ、 機械が割り当てられていて、あ、えっと、ジョブが割り当てられていて、そのうちの先頭、一番目にあるジョブが J1 だから3、G、p 1 1になっているということですね。だから、えっと、で、そういうふうに思うと。例えば、じゃあ、この J3 っていうのは、これは2番目の機械の2番目に当てられ、えっと、ちょっとちゃんと言いますね。2番目の機械に3つ割り当てられていて、その中で2番目なので、2とついていると。J3、えっと、えっと、ケースケースですね。これ J8 っていうのも、 3番目の機械の2番目に割り当てられてますけども、これ全体で2つしか十分割り当てられてませんから、係数は1になってます。いいですかということで、まあ、気分としては何なのかっていうと、まあ、こういうふうに思ってくださいと。どう思うかっていうと、えっと、各機械にですねあ、各機械とその機械における、おいて何番目にえっと処理するのかっていうその順番ですね、これはその各機械における、はい、えっと、各機械における処理順だと思ってくださいということになります。で えっと、こ,この,その処理順どこ、どこにその各ジョブを割り当てますかっていうようなことをこう考えるということなんですね。で、えっと、何を言ってるかっていうと、例えばこれ J1 のとこ、J でこれかけさんのこありますこれ何なのかっていうと、これは3つジョブが置かれているところの先頭ですよということ3、だからこれっていうのは、この K2 が3つきますよこと言っているとうことになります。だから気分としては、各機械において、このジョブっていうのを、この この,この表における左から順に、なんかあのなんか左図面になるように、左図面になるように割り当てると。で左にあればあるほど、この係数が小さいということになります。で実際に割り当てるときには、えっと、1っていうのは一番右に、2倍っていうのはその右から2番目に、3番目っていうのは右から3番目に割り当てるという形になるということになります。いいですかね。ということで、まあ、この四角の。 どこに、この各ジョブを配置しますかって、まあそういう問題だっていうふうに思ってほしいということになります。で、それで、まあ一般的に、MI っていう機械があって、それがなんかかける D っていうのがあるとすると。で、その箱の中に、なんか JJ J っていう、えっと、ジョブを割り当てられたら、その時には、この、えっと、シグマ CJ の中に、えっと、D かける PIJ っていうのが出てくるというふうに思うわけですね。いいですか。で、それをまあうまく割り当てて、 この数値を小さくするようにしたいというふうな問題になっているわけです。いいですかね。というふうに考えます。で、これをですね、グラフを使って表します。今、ここには 8×3 個の四角があるんですけども、それを頂点だと思います。こんな感じです。どういうことかっていうと、各機械に対,各機械に対して、その倍率を表す、その順番を表す、えっと、数だけ頂点を書いています。でこの、えっと この数っていうのは、まあ、多くても、この元々のジョブの数までしか、まあ、その一つの機械にはジョブが割り当てられませんから、まあ、ここまではえっとまあ作っておくということにします。で、上にはですね、各ジョブに対する頂点が1個ずつあるということになります,いいですか、ね。で、ここにあるんですけども、JJ っていうジョブから、 機械 MI の D 番目、D 倍っていう頂点があったら、そこの間の辺の重みは先ほど言ったような D×PIJ っていうものにしましょうって形で各辺に対して重みをつけます。これ、あの、すべて、上のすべての頂点から下のすべての頂点に向かって、こう、辺があるような二部グラフ。これ、ま完全二部グラフとか言ったりしますけど、まあ、そういうようなグラフになってると思ってください。それでちょっと全部書くとちょっと見にくいので、こういうふうにしてますけども、えっと、そういうことを想像してもらうと。で、ここに、こういうのを作ります。 ように作りますで、そこにおいて、こういうその割り当てを考えるんですねど。どういうことかっていうと、えっと、上の各頂点から下の頂点になんか向かってくような辺を一つずつ選ぶってことをします。ただ、選んだときに、選んだ先が、えっと、同じところに行っちゃいけないと。例えば例で言うと、なんかこ、こんな感じになってて、これはだめですと。これ、同じところにあの2つ辺が行ってしまっているこれは許さないと。だから違うところに行くように、辺を選んでください。 ということで、でしかもその選んだ辺に先ほど言ったような重みがついているんですけれども、その選ばれた辺の重みの和が一番小さくなるようにしてください。というふうなことを考えます。で、これはですね、そのグラフの言葉では最小重みのマッチングで GH から GN を法和するもというふうに言うんですけれども、まあ、この用語は今のところどうでもいいんです。今言ったようにその上の方から下の方にこうや辺を下ろして選んでいくんだけれども、同じところに行ってはいけない。 ことが一つまず重要で、その時に選んだ辺の重みの和を最小にしたいというものです。でこれはですね、実はこの2部グラフの最大マッチングのアルゴリズムを使うと、見つけられるっていうことは知られてるんですけども、まあ、それもあの、まあ、ここでは事実としてだけお伝えするということになります。はい、で今はですね、これ、あの頂点数どれだけあるかっていうと、上,まで上にはですね、えーっとえー、っと一般的には序分の数だけ、だ N 個頂点があって、下の方は、えー、っとこれ m、m かける n 個。 機械数が m で、ジョブ数 n だとすると、ここの,その d としてああのおあの、倍率として出てくるのがこれ n 個の通りがあるので、各機械に対して n 個、頂点があって、全部で mn 個と。だから全体で頂点数、まあ、オーダーで mn 個という形になってます。まあ、もっとちゃんと mn プラス n と言ってもいいんですけども、まあ、細かい数値はどうでもいいので、まあ、オーダーでも書いてます。はい。ということで、こういうグラフを作って、その上でこういうその最小の重みのマッチングというものを見つけてあげればよろしいということになります。 で、これで解けると。そうすると、先ほどのその、えっ、ー、と、マス目が埋まるので、それに対応したスケジュールが得られて、それが、えっ、ー、と、処理時間が、あえっ、ー、と、総完了時刻が最小のものになるということが言えるわけです。はい。で、一応、ちょっと言っとくと、まあ、事実として、えー、と頂点数 L の2部グラフにおける最大重みマッチングは、N の3乗に比例する時間で見つけられるということが知られています。で、今は、この N っていうのが MN のオーダーなので、まあ、つまり、この R、 シクマ CJ という問題は、オーダー M30、n 3 0時間で解けるということが分かるということになります。よろしいでしょうか。まあ、ちょっと注意しておくと、この最大重みマッチング、分グラフね。最大重みマッチングを、えー、と見つけるという問題は、すごくあのよく研究されている問題で、えーと、今ではこの計算時間よりも早く計算することができることが知られているんですけれども、まあ、別に、まあ、細かいことは言っちゃいけませんけれども、まあ、それはちょっと,、えー、と、ここではこれ以上立ち入らないことにしようと思います。はい。 はい、では最後に RPMTA、ね、の LMAX のアルゴリズムを紹介したいと思います。でこれも多公式時間アルゴリズムなんですこれ弱多公式時間アルゴリズムで線形計画法を使うというものになっています。だからまあ線形計画法を知らない人にとっては、ちょっと今から話す内容はまあよく分からないものだと思うんですけども、まあ、今からの話では線形計画法を知っている人向けの話だというふうに思ってください。PMTA に、ね、分割可能というやつです、ね、プリエンプションがあるという場合の話ですということになります。 で、まあ、えっと、どういう状況かっていうと、また R なので、まあ、無関係並列機械です。で、機械数 M って入力日分与えられますよってことですね。で、えっと、これ Lmax っていう、その最大納期ずれを最小化しようって問題なので、納期も与えられます。DJ って言ったら、それはジョブ J の納期ですと。で、PMTN って書いてありますから、それは分割可能になっているというふうに思います。ですかね。はい。で、これを解くんですね。分割可能です。 でこれでその線形計画法を使うというふうに言ったんでそれどう使うかってことを話をしていきますで。線形計画法ってま簡単に言うと何なのかっていうと、次の形式の最適化問題、あるいはその最適化問題を特殊法のことを言いますで。どういうものかっていうと、なんか線形回数関数を最小化したいですよっていう,うなまず気持ちがあるで、それが目的関数です目的ですす目的ってて書いてあるののははその後はこれ制約です。 でその制約は線形等式や線形不等式で書けるものでないといけない。あ違うしかもこの,この不等式は統合付きの不等式である必要があります。と、はいう形のものを考えるということになります。まあ、本来はもっとちゃんとあの定義する必要があるんですけども、まあ、こんな形のものだというふうに思ってくださいと。で重要なのは、この線形計画法というのは、の問題は弱多公式となものに解けます。 でこれが重要で、だから、線形計画法を使うときには、まあ、この中、その線形計画法の問題を解く、その弱多公式時間アゴリズムを使って解くんだってことを、まあ、思ってくださいってことになります。はい。でそうすると、この、線形関数を最小にするようなものが得られるということになります。 でまあ、これ、そのカチアンの79年の論文が一番初めだというにわれているんですけども、今ではまあそれ以外にもたくさん弱多公式時間、アルゴリズムが知られていますで。重要な未解決問題をちょっと一応言っとくと、この線形計画法の問題、上の問題ですね、これをです、ね、強多公式時間で解けるかどうか我々知りません。でそれはです、ね、大きな未解決問題です。このアルゴリズムとか最適化の、えー、と分野における大きな未解決問題です。これができたら素晴らしいです。 まあ驚くとは言わないけども、えー、とあも驚くんだけども、えーと、それはすごい成果だと思います。はい、で、これを使います。で、どう考えるのか。まず、そもそもですね、今、無関係機械っていうのがあって、えっ、ー、とで、それに対してジョブ分割できるんですね。で、そのジョブの分割でも、どのように表現するのかとか、どのように考えるのかってことをまず説明します。ですかね、で右に書いてあるのは、それは何だったかっていうと、えっ、ー、と、行が機械、列が ジョブになっているような、これ表で、その各表の,その、えっと、成分は、えっと、処理時間になっているようなものですね。まあ、そういう書いてます。それはその無関係機械においては、そういうものがその入力として与えられるわけです。そういう表がですね、行列と言ってもいいですけども、それが与えられると。で、今ですね、そのうちの一つのジョブ、これこれ,これ JI になって、これ JJ に下がったんですけど、本当はね、JJ、これ JJ です。これ間違ってます。JJ です。はい。で、えー、っと、 だから、JJ のこいうジョブがあったら、その分割ってどう考えるかっていうと、まあ、この長さはですね、本来はこれあの処理時間なんですけども、処理時間が今これ機械によって違うので、ちょっと処理時間をここでは合わせているとはせずに、これはなんかジョブが、なんかこの、あの、のなんか塊が、なんか1の長さを持っているっていうふうに思います。思います。で、これを分割するわけです。これを分割します。 で例えばそのアル、これをアル,アルファ一 G とかアルファ i g とか、なんか M 個の部分には分割します。で、各部分は別にあの長さ0でも構いません。たかだか M 個の部分に分割します。で、その各部分を、その各機械に割り当てると。例えば、今この図で言うと、このアルファ1って書いてある部分、これはえっと機械1に割り当てますよと。アルファ i g で書いてある、この部分は機械 i に割り当てますよと。アルファ m g で書いてある部分、この部分は機械えっと m に割り当てますよこういうふうに思うということになります。 もちろん、機械の中でまた分割されるということはあるかもしれませんけれども、とりあえず、このジョブが、の、えっと、一単位の、なんかその仕事っていうのが、この比率で各機械に分割されて、割り当てられるっていうふうに、まず思ってください。で、そういうふうに思ったら、それに応じて、各機械でそれが処理されるということになります。でそうすると、処理時間は、この比率かける本来の、えっと、処理時間です。 本来だと、例えばこのジョブ JJ っていうのがすべて機械1でえっと処理されるとすると、そのときにかかるえっと処理時間っていうのは P1JN なわけです。だけども、その、ここではこの α1J っていう割合しか割り当てられてませんから、この機械1でジョブ J がえっと処理される時間っていうのは α1J×P1JN だというふうに思ってください。いいですかでそれは一般的には機械 I においてジョブ J が割り当てられたときには、その αij、pij だけ、 処理時間がかかるというふうに思うというふうに考えてください。いいですかで、分割可能なときに重要なのは、この分割した後のときに、どの時刻を見ても、そのジョブを処理している機械は1台だけしかないと。オーバーラップしてはいけないということが重要な着眼点というか、あの制約だったので、それもちゃんと思い出してください。いいですかで、このようにして、そのジョブの分割では考えましょうというふうにします。はい。で、 今、この LMAX っていうものを最小化したいってことになってたので、この線形計画法の問題としては、それを変数とします。それを変数として、えっと、LMAX っていうのを最小にしたいというふうに考えるわけですね。でえっと、今後ですねこのの自分の 並びはこの ED 順,、D、順になっている、つまり納期が早い順にこうなあの並んで、それがついているというふうに思ってください。でこれは初めに相当しておけばできるので、それをえっと仮定しておきます。で、今ですね、例えばこのジョブっていうのは、例えばこれは J 番目のジョブで、それが遅れていて、そのジョブの完了時刻低い納期っていうのはなんか LMAX を与えているとしましょうという状況を考えます。 で、何考えるかっていうと、このいうふうに LMAX が決まっていたら、えっと何が言えるかっていうと、このすべての納期をですね、エルマックスだけ増やします。こんな話で、この DJ から DJ プラスエルマックスにこの納期変えましょうと。D1 も D1 プラスエルマ l m a 納期変えましょうと。でそうすると、えっと今、この遅れていたのえっとジョブの納期が大きくなって、しかもエルマックスが増えてますから、このジョブは、この新しい納期においてこれ間に合っていることになります。いいですか。でしかも、このエルマックスはすべての納期遅れ、じゃね、納期ずれ、 の最大値を取ってますから、これによってこのえっと1番目のジョブだけじゃなく他のジョブも全てこれによって遅れることはありません。間に合ってます。間に合うことになります。だから、別に出す方をすると、この全ての納期になんかこの数値を足して全てのジョブが間に合うようにしたいわけです。で、しかもまあそのようなこの足したものの中で最小のものを見つけると、それがえっと今考えている。最大納期ずれ。 を最小化するようななスケジュールになっとい,いうふうに考えるということになります。すべてのジョブが間に合うように、その LMAX だけこう増やすんですけども、その中で最小値を見つけたいというふうに考えましょうというふうに思います。で、そういうも問題を線形計画法の問題として書くということを今からします。はい。それはこんな形なんですけども、 えっと、そのときには、ですねこの新しい変数として、もう1個の種類のものを用意します。で、何なのかっていうと、今、LMAX がなんか決まったとします。決まったとします。で、そうすると、すべての納期が LMAX だけこの右に動いてるわけですね。で、何を考えるかっていうと、その納期で、この時間軸をこう区切ります。で、そのこ、この区切った一つ一つのところを、これ書きますけども、区切った一つ一つのところを、ここのなんか、時間枠だと思うんですね。時間の枠。 枠間と言ってみませんけど、今後枠っていうので、時間枠というふうに思うわけです。で、この時間枠の中で各ジョブをどれぐらい各機械が処理するのかってことを考えるってことをします。で、今ですね、ここに書いた時間枠、これの,こ,れのことを、あの、K 番目の時間枠と言います。で、何か K かっていうと、ここは K ですね。DK プラス LMAX までのところ、DK マイナス1プラス LMAX から、 DK プラス LMAX までのこの時間の幅のことをこの K 番目の時間枠ということにしましょうと。で、その間で、機械 MI がジョブ JJ を処理する時間のことを TIJK と言いましょうと。っていうのが3つ数字があるからややこしいんですけども、K っていうのがこの枠さ指していて、I が機械 J がジョブですですね。この時間枠で、機械 MI がジョブ JJ を処理する時間を表すと。で、そうすると、この時間枠っていうのは一応、えー、と N 個であることになります。一番初めのところが一番目。 で,すね、で、最後、えっと、ここら辺に DN プラス LMAX っていうのがあるんですけども、この後にはもうジョブは配置されないわけです。すべて、ま、間に合ってる必要があるわけなので、このジョブは配置されないので、えっと、考えるこの時間額の数は N 個だけになります。だから、この K が取り得る範囲は N までということになります。いいですかで、これを決めるということをします。で、そのために次のような線形計画法の問題を作ります。 あれば、これはそのあた値ですね。あ、では、その前に、すみません。その前に、すみません。で、この時きに、先ほどの言い方で言うと、この、えっ、ー、と、tijk ですね。tijk。この長さっていうのは、その、えっ、ー、と、今ですね。ジョブ j を、えっ、ー、とジョブジ、ジョブ j を、ジョブ j を機械 i で、えっ、ー、と、処理する時間で、 そのうち、この、えっと、K 番目の時間枠に入っているのが TijK なんで、それを全部足し合わせると、それはジョブ J を機械 I で処理する総時間になります。で総時間は先ほど言ったアルり、αijPij になるわけです。いいですかだから、えっと、先ほどの,の αPij っていうのは、こういう形で、えっと、TijK と関連しているというふうに思うわけです。だから別の言い方すると、これ式変形すると、Pij っていうのは、えっと、 K が1から N までの αij 分の Tijk になってます。はい。まあ、こう書いたから何かいいことあがっていうともそうじゃないかもしれませんけども、一番書いてみました。はい。ということで、えっと、そういう関係を持つこの変数を考えますということです。で、ようやくかな。 ようやく、こう、選挙企画もね、報がしますということになります。で、これは、これ全体像なんですけども、いきなりこれをパッと見ても、まあ、よくわかんないので、これ一個ずつ説明していこうと思いますけども、今言ってる、まず、変数としては Lmax っ,っていうのと Tijk っていう二種類のものになります。Tijk はこの IJk がこう動くという形になっていると,ということになります。ですかね。で、順番に見ていきますけども、まず、最小化したいものは Lmax ですで。だから、ええそれを書いてます。です。で、えー、っと、その下が、全部これ制約なんですけども、まず、ここですね。 TIJK、えっと、T I J、K っていうのは、これですね、時間、競馬目の時間枠において、機械 MI がジョブ JJ J を処理する時間なので、これは必ず皮膚になります。で、そういうことを書いてます。す、ね、べての IJK に対して、T、TIJK 皮膚ですよと、0以上ですよと書いてます。で、次、あとこれ5つ式があるんですけれども、これはえっと3つにえっと分類されていて、一番上のものと、2番目、3番目、4番目、5番目というふうに、3つの種類のものがあるというふうに思ってください。で、一番上のもの、 これ何なのかっていうと、これは各ジョブ JJ の処理が機械と時間枠に株足なく割り当てられるということを表しているというふうに言っています。これ何なのかっていうと、先ほど言ったりまり、まあ、こういうそのなんか式があるわけです。でこれは、先ほど PIJ イコールって書いてたんですけども、ちょっとそれを書き換えてアル、アルファ IJ イコールで書くと、これは、えー、っと、和 K が1から N までの、えー、っと、アルファ、えー、っと、PIJ 分の 1>, 1とかこうかな口に合わせて tijk と。こういうふうになってるわけです。ですかで、これが αij なわけです。このにおけるここですね。この長さですね。αij ですね。で、それを αij を i に関してすべて足すと1になりますよと。この αij を i に関してすべて足すと1になりますよということを言ってるわけです。いいですかで、これによってちゃんとこのジョブ、 1>, 1単位の長さを持っているものが、アルファごとに分けて、ちゃんとその各ジョブに過不足なく割り当てられますよということを言っていると。いいですかというのが、まずこれ書いてあります。それをまずこの TIJK 満たさなくちゃいけない。はい。で、次ですね。次の2つは何なのかっていうと、ここに書いてある日本語で言いますけども、各機械と各時間枠において、ジョブを処理する総時間が枠の長さを超えないということを言っています。一般的なこの枠、競馬目の枠を見てみましょうと。でそうすると、この枠の長さ。 枠の長さは、これ、えっと、DK-DK-1 になっています。それは今、ここに書いてあります。いいですか。で、左辺は何なのかっていうと、これは、この時間枠において、機械 MI に割り当てられている、えっと、ジョブの処理時間の相和です。だから、ジョブに関してはを取ってます。いいですかジョブに関してを取っていて、K と I は固定して J が動いていると。いいですね。という形になっています。 で、それがすべての機械とすべての時間枠について成り立っているんだけども、えっと、この K が1の時,時だけが、ここに、えっと、特別に書いてあって、なんでかっていうと、このえっと時間枠の長さが DK-DK-1 と一度書けないからです。書けないんで、そのとこだけは、この本当の長さである、この D1 プラス Lmax をここに書いてますという形になってます。いいですか で、これが、えっ、ー、と、各き、これ、もちろん日本語を読むと、各機械と各時間枠において、ジョブを処理する総時間が枠の長さを超えないっていう制約です。その、えっ、ー、と、意味をこの式で書いてます。はい。で、最後の2つ。これは、えっ、ー、と、各ジョブに対して、えーと、どういうことが起きてるのかって書いてるんですけども、各ジョブと各時間枠を見ます。で、機械がそのジョブを処理する総時間が枠の長さを超えないということです。今、これ、ジョブがあります。一つのジョブ。これ、だから J 番目のジョブだと思いましょうと。で、J 番目のジョブが、この K 番目の、えっ、ー、と、 時間枠でまあなんか処理されるとすると、それがその処理がこの機械に,こうにおいて分けられるんですけれども、どの時刻においても、そのジョブは一つの機械でしか処理できないので、その PIJK っていうその時間枠 K におけるジョブ J の処理時間を機械で足すと、I で足すと、それはこの時間枠の長さを超えられませんということになるわけです。ですかっていうのを書いてます。 で、先ほどと同じように、この K が1の場合だけ上に、えっと、特別な場合として書いてるということになります。いいですかで、これを解くと、この、えっと、まあ、このバラバラになった序文の処理時間っていうのがうまく、こう機械と時間を枠に割り当てられて、うまく、えっと、スケジュールができますよって形になります。本当ですかってことなんですけども、まずこれを作ってで、ね、これを解きます。で、それ先ほど言ったとおり、その、 弱た公式時間アルゴリズムがありますから、まあ、それを使って解くとか、まあ、実はこれ線形計画問題に対しては、たくさんこうソルバーがあるので、それを使って解く。あ,あ言ってませんでしたか線形計画問題、線形計画法の問題の,のことです。はい。で、それを取っとくということになります。で、一応、書いておくと、まあ、変数の数は mn2 乗プラス1。で、制約の数は mn プラス n2 乗プラス1以下になると。あこれちゃんと言ってなかったんで、もうちょっと言い直すんですけども、そこ一1個戻りますね。今、ここの部分ですね。 この、えっと、ジョブ J を見ると、ジョブ J の処理は、この、えっと、納期で言うと DJ プラス LMAX までで終わる必要があります。そうじゃないと、そのジョブが納期に間に合っていると言えないからです。ね。だから、この K が動く範囲は J に対して K は2から J までしか動きません。ですね。それは注意してください。だから、これ J が1の場合は、この下の式ないということになりますけども、そういうふうに、えっと、その K には動く範囲が J に関する制限があるということです。J に対する制限があると。 と、はいうことで、これ、解くと。で、その解くと、なんかその最適解というのは、この問題の最適解を得られます。で、得られたら、それでいいかっていうと、そこからそのスケジュールを作る必要があるんですね。で、これも実は、この部分も実はそんなに地味じゃなくって、これ、ちゃんとやっていく必要があると。で、それはですね、時間枠ごとにやっていきます。 で例えばですね、今なんかこれ解いたときに、このある、このまあこの K 番目の時間枠、あれですね、ある、その K 番目の時間枠において、この TijK っていうのが、なんかこういう形で与えられたとします。これは今何を書いてるかっていうと、K は固定します。で、K を固定して、Tij の値を今表にして書いてるというふうに思ってください。いいですか。で、えっと、仮にですね、今、ここのその時間枠の長さが12だとしましょうと。で12だとすると、ここのその各機械において、えっと、ジョブを処理する時間の割っていうのは、これ12を超えていてはいけません。 というか、まあ、この制約値が言えるということになります。で、えっと、実際、足してみると行行、行の中の成分足してみると、十番では12、12、10、11という形になっているという形になります。だから、どれも12を超えていないということになってで問題はですね、これで、この表からですね、ちゃんとここにです、ね、うまく序分を分割して割り当てられるかということを、これ、ちゃんとです、ね、考える必要があるわけです。で、これはですね、ちゃんとやらないと失敗します。で、どうするかっていうと、 えっとこんなことやります。今、例えばですね、このなんか、互い違いになるように、このなんか、ゼロよりも大きい数値になっているところを持ってきます。まあ、互い違いって何なのかっていうと、各列から高々1つ、各行から高々1つ、ゼロ以上の数値が選ばれるように持ってきます。 で持ってきたらどうするかっていうと、今これだから5、4、4、5って言ってるんで、何を言ってるかっていうと、これは、えっと、この5っていうのは、この、えっと、機械1において、ジョブ1っていうのは、えっと、5単位の時間処理する必要がありますよってこと言ってます。で、えっと、i が2、j が3のところで4なので、これ何なのかっていうと、機械2においてはジョブ3を4単位時間処理する必要がありますというふうに言ってます。で、今何するかっていうと、これが5、4、4、5なので、そのうちの最小値である4っていう。 処理の時間を決めて、それだけここに書いてあるジョブを各機械で処理しなさいと。だから機械,1では機械1ではジョブ1、機械2ではジョブ3、機械3ではジョブ2、機械4ではジョブ4っていうのを4単位分だけ、この5445の最小値だけ処理しなさいというふうにします。でそうすると、この表の中で、そのだけの処理ってうもう終わったので、その分だけこの表から消します。 こう消します。これ4減りました。ここも4減りました。で、1になってます。で、和も変わると。で、これを続けていく。またですね、これ選ぶと。この高い違い能力を選ぶと。で選んで、これ最小値、これこの中の最小値2なので、えっと、この今の割り当てのに対応する形で処理するんだけども、その処理時間は2になりましょうということは、これ決まるということになります。いいですか。で、これを順番にやっていくと。また消して、選ぶと。 でこういうふうに選ぶと、次は、これ最小値なので、2単位だけこう処理しますと決まると。で、これ順番にやっていくと。こう選んで、こうちょっと1単位なんで、ちょっと <laughs> 短すぎて J かけませんけども、こんな形で処理するというはこう決まるという感じになってます。で、これなんか、適当にやっていけばうまく、順番にこう決まっていくるんじゃないかというふうに思うかもしれませんけども、まあ実はそんなことなくて、まあ次がこうやって決めたとすると、1単位これで処理するんですけども、例えば、次にここ、この時にですね、例えばですね、えっ、ー、と、例えばなんですけども、ここで、そうですね、えっ、ー、と、例えば、なんか、 これとこれを選ぶとかってすると、その次の、えー、とターンで、これとこれとこれを選ぶっていう必要が出てきてしまって、でそうすると、これは一番、えー、と左の列のところで2つ選んでいくことになってしまうので、これはまずいわけです。同じジョブを2つの機械で同時に処理しようとすたことになっているので、これまずいわけです。だから本来はこれだからあの、気をつけてこ選んでいく必要がこれあるわけですね。で、まあ、選んでいきます。 で選んででいいっってて、まあ、ここな形で処理が決ままくということうになりますでそうすると、こういうふうになんかその処理してない時間っていうのが出てくることもありますけども、まあ、それ別に構わないということになります。で、まあ、それはうまく選んでいかなくちゃいけないよっていうふうに言ったんですけども、まあ、うまくいかん選んでるとちゃんとこういうふうにこうあの埋まります。 実はこれはですね、先ほどのその最大に重みマッチングを二分グラフで見つけるっていう問題に希釈されてですね、それを使うとこういう分解が京都高速地下で見つけられるっていうことが知られてます。ちょっこ、ここでは知られてますとしか言わないんですけども、まあ、そういう手法があって、あの、まあなんか近いものにですね、二重確率行列の 時間行列による分解とかってのがあるんですけども、まあ、ちょっとそれはどうでもいいというか、あんま関係ないことなんで、ここで言うことにはならなかったかもしれませんが、えー、とバーク・フ,フォンドイマンの性とかって呼ばれているものがあるんですけども、まあ、それに近いことがあって、えーと、それを使うとですね、このような分解が得られますと。で、そうすると、まあ、これをですね、各時間枠に対してやってあげると、分割可能な場合に LMAX、えー、無関係並列機械において多項式時間で解けるということが言えるということになります。はい。で、これで、えっ、ー、と、アルゴリズムの説明は終わりになります。 はい。では、これで補足動画は終わりになります。ありがとうございました。